大丈夫、私が王を救う、それだけのこと。ご賞味ください。考えたな、ユピ。極上の喜び。これは何だ。メルエムと呼ぶがいい。これこそが無償の愛。主の頂点、女王の息。明らかに力が増している。以前の王より明らかに王の意識まで共有しているかのよう。王、一度宮殿に戻られた方が。あの味は現実か、それが夢か現実か、判然とせぬ。メルエム様、ご記憶が。頭だけが霞かかって。我々の分身を偵察に出しております。世に対する偽りは背信と心得。我々が差し出したのでございます。差し出がましい真似とは知りつつ、私とユピーの元々の姿は覚えておいでのご様子。お主たちが護衛軍プフとユピーであることは、おそらく爆発の衝撃による一時的な記憶障害でございましょう。王の誠意に裏切りで応えたのです。王の生命力、運命力をもってすれば、人間ごときの兵器で我々の体は余すところなく王ご自身が所有されるもの。それが記憶回復の早道にございます。あれを始末。今ならば王にあれの記憶はない。あれの息の根を止める。おおおおおお。世の欲する答えが宮殿にある。生物統一こそ唯一無二の目的だと。どこへ。箱割り。あんたはすでにこの目で見ている。なんだ今、私の分身を攻撃した者は。私の分身が敵の残党に反撃された結果のようです。おお、面白い。試すか。なるほど。
理屈に合わぬな。私が攻撃を受けました。お主はどうやって敵の能力を解除したのだ。あの能力を解除すれば仲間を助けると。おそらく敵の何かに負けたくなかったのだと。王に牙向く者どもむざむざ見過ごしたというのですか。それに対し真実で答えた者にお互い不便な体になったな。おお私の企みにその後ろめたさの感情に感づいての。どこにいる。早く探せ探せ探せ。生物同一のため。ばらけてちゃ俺にダメージ与えられねえぜ。あれをつけたやつは瞬間移動もできるんですか。別のやつだ。人間は愚か、裏切り者まで見逃したということですか。あなたはお主の精神的揺らぎも裏切り者の心変わりも。王の意見が爆発の前後で180度違うのも。分身として物が見える限界まで細かく分散し。完全に標的は俺じゃねえ。もうメレオロンの能力なしに王を倒す方法が思いつかねえ。本体と違って分身の方は実物大でないと捉えられないのだわ。私が裏切り者を処分するため戻ってきたと奴らは考える。追い詰められればカメレオンをかばい娘を置いていくはず。もしも私が娘を取り戻しに来たのだと思ってくれればより好都合。地下倉庫への扉。私の分身をさらに分散し弱体化させようという作戦。何？私のターゲットがどちらなのか判断するのが狙いか。たとえシャッターを閉められても粒子状ならたやすく抜けられるが。1、2分で とんでもなく早い。早くしないと棒がつく。どうする。魔法逆効果だね。単体ごとのスピードもパワーも格段に落ちて。王はあなたを許します。寛大な御心によって。そうそう、お逃げなさい。ゴンのためにも任務の上でも敵の手に渡すわけにはいかない。じゃあこの人は、この人の仲間は一体。王も我々も対話による歩み寄りを望んでいます。あなた変です。なんかビリビリするって。どういうことだ今。確かに俺じゃなく。抵抗してガキがひるんだ隙に娘を殺せばなおよし。恋をそぎ取ってはぜてやるから。俗ごとき本体が戻れば問題ありません。すべては王のため。すべてが王のもの。これではない何かを。痛みが引かぬ。残ったところを見てみるか。まずい。回収処分せねば。すべて。あそこだ。王が戻ってきた。問題は王とプフ本体が別行動を取り出したとき。早く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 急げ急げ。こっちも急ぐぞ。メルフィンはどこだ。王が宮殿正面口に来たわ。ああ、今ペイジンの隠れ家に入ったわ。右目だけで見たものは水晶に記憶され、キルアと私二
プフと王とユピが映ってる。そしてこの能力で見えるのは3人まで。見えるのが本体だけで、細かい分身の方が野放しじゃ。分裂した時がプフを倒すチャンス。気づかれたか。ならばそれを利用してやるだけのこと。右手奥の扉だ。私とブロブーだとね、娘を奪い返しました。分かった。では細胞レベルでの分裂が可能ならばこれでピトーもかかった。魔法に面白いものが映るはず。さあ、約束通りカイトを直せ。君、名前なんて言ったっけ？ゴン。彼は、もう、死んでいる。死んでる。僕と戦った時、すでに死んだんだ。君は、あの時の、死人を生き返らせることは、できなかった。ごめんね。パム。何？ありがとう。いろいろだよ。いろいろって、例えば何よ。安心しろよ、もう二度と言わねえ。それよりゴンは？そうね。カイトが死んだ。余計な摂取をさせられたぜ。でっかくなったなゴン。俺が行かなければ。俺がノコノコについていったから、俺のせいでカイトは、俺がカイトを。違う、あいつだ。カイトが死んだ。カイトが死んだ。もうちょっと待ってて、すぐに戻す。カイトを助けて。違う。ドクター・ブライス。そうか、本当だ。死んでるなんて嘘だ。カイトを元に戻してよ。どうしたんだ、何があった？パーム。わからない。そのそばでゴンがへたり込んでるの。まさか。